編成版タイガーファンディング夢に踏み出せ。緊急告知。緊急告知。はい。はい。この間のよもやまでちょっとね、予告をしましたね。はい。オフ会です。はい。はい。受験生版タイガーファンディング初の試みで、リアルなオフ会をやることになりましたので、今日はちょっと決まってる部分だけだと思いますけども、その詳細を、はい。皆さんにお伝えする動画を撮りたいと思って、ここに座っております。はい。まずですね、日程が決まりました。うん。7月1日の土曜日となります。うん、はい。これ、細かな時間はまた、フォーム等がですね、開いたタイミングでですね、告知をさせていただこうと思うんですけれども、はい。とにかく7月での日中に行います。場所は？場所は。都内でもまあ、来やすいところって感じ。ね、はい。人の数によって、そうですね。わかんなくなってるので、はい、直前に決まる感じだね。はい。はい。という形になります。で、来られる方々っていうのは、一応受験生と学生限定にします。うんはい、で、この受験生っていうのは、将来的に受験を控えている人なので、はい、当然10代で、受験学年じゃなくても OK ですし、うん、あとはもう10代以外のも20代以上の方々でもですね、これからこういう大学に住みたいんだみたいなことはですね、フォームに理由を書き添えていただければ、参加して OK という形になります。はい。はい。はい、まあ、すごく簡単に言えば、受験生タイガーファンディングのファンであればいいんだよね。まあ、そうですね、はい実質。で、あとさ、中学生とか来る場合も別に夜遅いわけじゃないから保護者が絶対来なきゃいけないわけじゃない、ですね、はい、はい、でも保護者が来たいって言った場合どうするの？あ、は OK ですね。 OK 受験生の方の保護者は、OK、あ、保護者は OK、 はい、はい、保護者でなきゃダメ、単なる人はダメ、そうです、ね、はい、人はダメです、はい、ということで、うん、まあ、イベントの内容もですね、今これから詳細詰めていこうと思ってはいるんですけれども、はい、まあ、今予定ベースでですね、こんなことやろうと思っていることがあります。うん、一つは、虎のパネルディスカッションですね。はい、どういう虎が来てくれるのかわかるんですけど、岩井義明と、うん、プラスアルファでですね、受験生の虎の方々がいらして、はい、いろんなことについてパネルディスカッションしていこうと思っていたりですとか、あとは先輩志願者のまあ登壇みたいなものもありますね、はい、ゴールになった子もナッシングになった子もですね、はい、まあ、タイガーファンディング出てみてどんな反響があったのとかっていうのをですね、生で声が聞けるみたいなところの機会を準備しています、はいはいはい、何人か来てくれそうですもんね、はいはい、であとは本当に虎の方々とか我々ともですね、フランクに話ができるような場にしたいなと思っておりまして、はい、まあ、受験相談みたいなことをできたりだったりとか、うん、あとはまあリアルな志願者面談ですね、うん、志願者になりたいんだけどちょっと一歩踏み出せなかったんですみたいなことをご相談来ていただければ難しいよっていうかもしれないですし、はい、あ、こうやってやれば全然志願しましょうよってこともできるかもしれないですし、うん、はい、まあ、そういったことをですね、会場の中でやっていきたいなというふうに思ってます、はいはい、とりあえず、はい、今日は概要欄には申し込みフォームは貼るんですかね。貼りますね。貼りますね、はい、貼るとしたらざっくり時間だけ言っておきたいんだけども、まあ、午後だね。はい、午後ですね。はい、午後で時間的には3時間ぐらいかな、うん、なんとなくイメージするのが、だから例えば1時から4時とか、はい、2時から5時ぐらいのイメージを持ってください。はい、から場所は東京駅周辺なのか新宿なのか渋谷ぐらいかな、そんなところだと思っていただければいいですので、はい、ちょっとまだアバウトで申し訳ないんですけれども、概要欄から入っていただければいろいろ申し込み本がありますので、まずはエントリーをしていただければ嬉しいです。はい、はい、その人数によって会場をだんだん定めていくっていうやり方をしようと思ってます ね、 すね、はい、だって10人しか来ないとなっておっだだっぴろとかやってもしょうがないし、ね、溢れ返っちゃったらさ、はい、狭くなっちゃうんで、はい、来たいっていう方には皆さん来ていただきたいので、ちょっとそういう形になりましたので、お許しいただきたいと思います。はい、で、多分イベントの詳細、これからどういう虎の方々が来てくださるかとか、はい、今もちょっとザクッといったイベントの内容ですけど、うん、こんなことやろうっていうのももっともっとこう具体性を帯びてくると思うんで、はい、まあ、そういうのが決まったらですね、また動画で告知させていただいたりとかしますので、うん、はいはい、そんな感じでやっていこうかなと思ってます。なんかさ、はい、アントニオ猪木さんが生前ね、はい、ビンタしたじゃないですか。はいはいはい、ビンタしないけど、はい、俺に怒られたい子並んで俺にずっと怒られるやらへん大丈夫はい、はい、ミニ講演会みたいなのがあるかもしれないし、はい、僕とのパネルディスカッションかもわからないんですけども、はい、これはまあ出ていただく虎によっていろいろと変幻自在にね、うん、変えていこうと思ってるんですけども、必ずやっぱりためになる、うん、オフ会になると思うので、ぜひ楽しみにしていただきたいですね。はい。はい。なんか本家だとよくクイズとかやったりとか、ちょっと会場が一体感持つようなですね、はい、ちょっと面白いコンテンツとかもいろいろ考えていこうかなと思ってます、はい。あとはですね、一般的なオフ会と違って、飲食を出さないので、はい、飲み物とかは持ち込みっていう感じでお願いしたい感じですかね。そうですね、はい。はい。まあそういう形でそのお昼ご飯と夜ご飯の間の時間帯でやろうと思ってますので、ぜひ気楽に友達誘ってきてくださいよ、はい。そうですね。ね。はい。はい。僕らもですね、初めていろんな視聴者の方々とね、交流ができる機会として、うん、オフ会ってみんなわかるのかな？オフ会ってどんなパターンのものがあるんだろう？タ
確かに僕らもそんな、ね、お酒が飲む場しか分かんないですもんね、うん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 、まあでもね未成年が圧倒的に多いはずだから、はいはいはい、あのお酒出すわけにいかないので、そうですね、はい、はい、まあそれ以外でちゃんとねあの飲み食い以外で楽しめる、うん、あの会にしたいとは思ってるんですけどね、はい、はい、まあこれがうまく成功したら年に2回ぐらいやりたいねとか、いいですね、はい、はい、もう本当にあの普段画面上で出てる僕はどうでもいいんですけど虎の社長たちとか、はい、やっぱ志願者でも人気のある子いるじゃないですか。いますね、木村陽生とかも来る、はいはい、ね、うちで働いてますし、はい、だから何人かやっぱりさ、過去に志願者で出てくれた子が来てくれると思うので、はい、まあ、そういった形で彼らにもインタビューをして、まあ、実際の受験体験談を聞いたりとか、うん、そんなこともできる時間を設ければいいかなとは思ってますね。そうですね。新藤桃ちゃんも来てくれないですかね。はい、あ、有沙先生とかね。あ、なんか、はい、あの辺の女性陣とか来てくれると、はい、また学生たちやりたいだろうなと思って。そうですね。早く虎にも告知しないとね、これ。そうですね。本当に、どんな虎が来てくれるかっていうのをまた告知できたらですね、アナウンスしていこうと思ってます。はい、まあ、あの、いろんなことをこれからもね、チャレンジしていこうと思ってますので、まあ、皆さん懲りずにですね、あの、ごひいきにいただきたいと思うんですけれども、志願者が足らないことはもうこれ事実なんですよ。はい、なかなかね、うん、あの、本家と違って、まだ若い、未成年の子たちも多いですし、はい、親御さんのね、あの、ちゃんと、あの、了解もいただかなきゃいけないので、少ないのは仕方がないんですけれども、でもやっぱり僕思うんですけど、このチャンスの一つだもんね。で、お金の問題もあると思うんだけども、やっぱりこうやって勇気出して、このチャンネルに出てくれるっていうだけで、人生が変わった子いっぱい僕見てるんですよ。うんうん、なので、そういうことをね、ぜひあの皆さんに体感をしていただきたいので、いやーどうしようかな、俺も実は出たいと思ってんだけどな、でもなーって思ってる人、オフ会に来れば、背中をポンと押してもらえることも、あるかと思うので、はい、そういう方もぜひ来てほしいなと思いますね。はい。模擬面談みたいなのやる？なんかそういうなんか模擬、タイガーファンディングみたいなのも面白いかもしれないですね。オッケー。はい、ライト版で、はい。はい。ということで今日はですね、はい、初めてやろうとしている第1回の、受験生版タイガーファンディングのオフ会の告知の動画でございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。受験生版タイガーファンディング、志願者募集中。夢に踏み出したい、熱意のある方、大募集。詳しくは、概要欄から。